ろそろ飯行きますか。飯行こう。何行けるって。ありがとうございます。時間あるってことですか。もう近くです。いや無理無理。時間ある。いや無理だね。飯食う時間あるじゃん。飯食う時間。ケイさんと耳餃子男です。青木真也、ケイさんと太郎です。今回の企画は優しい選手権です。なるほど。お二人も結構優しいっていうリーチがあるじゃないですか。そうですね。優しさでできた、優しさだけでやってきたみたいなところありますよ、はい、それ今回あの測ろうというか測ろう見ようというか見よう。こちら側の結構無理難題 の、 あの出題をします、はい、それに対してあの2人が優しい返しをして乗り切っていただきたい。演技力にもかかってもきます2人の。そうだね。そうね。こういやいいよ俺で。10年飼ってた豚を食わなければならない時の殺し方。3、2、1。お前は可愛いな、本当。豚ちゃん、豚ちゃん、俺は10年お前らそば育ててきたんだよ。頭ぶつこ。グリグリ。頭ぶつこ。グリグリ。優しい。こういうことっすね。はい。死の直前まで、まあ、しっかり。まあ、もうしっかり可愛い。可愛がって、なるべく早く。なるべく早く始末するっていう。ぶつこっつよね。殺しの効果音結構癖あったね。初めて言う。計算が合わせてね。次はい、はい、いきます。はい。友達に金を取られて運投げられた時の言葉。3、2、1。はっ、お前のパンチが一番効くぜ。優しいよ。金取られてるんですよ。金取られて、殴る。パンチが、すごくいいから、はい、プラマイゼロ。ああ。だよ。パンチ代ってことですか。パンチ代。M 星館に行ってるのと一緒よ。ああ、そういうことか。そう。これは優しいわ。結構優しいよね。結構優しい。変な人っす。男友達に、痰を顔に吐かれた時の言葉。3、2、1。ちょうど風邪ひきたかったから嬉しい。ちょうど風邪ひきたかったから嬉しい。これです。春機会。春機会選手権じゃないよこれ。ポジティブになっちゃってますね。そうそう。優しいとはちょっと違うよ。今かなり春機会っぽかった。なんか見た目とかも、見た目も、見た目とか声とか。ああ、寄っちゃってました。寄っちゃってましたね。これ優しいは多分たん今出した分お腹空かない。そうです、そうです、そういうことです。ずる、でもずるいよそれ。今考えるしかない。いや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 、3秒出てる。これは評価に入んない。ちょっと評価に入れてる感じがした。いやこいつが悪い。はい。でもそういうこと。まさに裏を返すというか。なるほどね。自分じゃないですか結局それだと。自分が得してる。ああ、そうかそうか。相手も、そうです、相手にそう思わせないですよね。そういうことです。わかりました。待ち合わせに2日遅刻してきた彼女に言う言葉。3、2、1。あ、ごめん遅れちゃった。48時間分の僕の寿命をあげるドッキン。48時間分の僕の寿命をあげるドッキン。優しい。なーに、どういう意味ですか。僕の2日分の寿命をあげるって。その、あげられてるのかもわかんないし。レムみたいな。あ、レムとミサみたいな。あ、そういうことっすね。そうそうそう、まあ、レム優しいっすもんね。私の寿命を渡そう。あー、似てるし。新宿駅で通りすがりに高速レロレロされた時の反応。3、2、1。おー、なんかキスしたくなっちゃった。キスしたくなっちゃった。優しい。
優しいか今のは。しかもそれ実体験でしょ。ここまで来てですよ。ボロ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 。でもその時はなんて言ったの。うわぁ優しくないわ。俺マジで俺カメラあると思って、うん、こうやって1分ぐらいこうやってケイさん来んのかなって思って、うん、だいぶもう優しくなってるもん。こう気持ち的にもだいぶもうね、うん、猫撫でたい。優しいな。店員のミスにより髪の毛を永久脱毛されてしまった時にかける言葉。3、2、1。本当に申し訳ございませんでした。その経営捨てるとお金かかるんで僕もらいます。経営捨てるとお金かかるんで僕もらいます。優しい。ゴミが多いとさ、ゴミ袋いっぱいになっちゃうし、その毛でウィッグ作ってくださいとか。あー確かに。その毛ルーニーにあげてくださいとかでいい。ウェインルーニー。ルーニーハゲてるから。植毛しましたから。植毛した。寝てる間に鼻にサイコロのタトゥーを彫られた時の言葉。3、2、1。あ、あの一の方を表にしてくれたの好きです。一の方を表にしてくれたの好きです。優しい。いや、いいですね。ありがとうございます。スキルをこう褒めてくれるってことです。そうです。その6の方をこうやってたら怒ってました、僕も。なるほどね。そうじゃなくて、こっちにしてくれたから、ありがとうっていう。素晴らしいですね。うわ、来たわ。そういうことだ。なるほどなぁ。階段から突き落とされた時にかける言葉。3、見た方がかっこいいね。下から見た方がかっこいいね。優しい。いい気持ちにさせてあげるっていうのが優しさっていうのですね。そうですね。なんか悪いことしたかなみたいな感じも、全部の感情を追い寄せられるっていう。ああ、その自分のやった行動に対しても反省するし、ちょっと反省する。ああ、なるほどね。はいはい。じゃあもう優しさだけでいいじゃんこの世界。そうなんですよ。そういう話？この動画だよ。全部さ、回すなら。そろそろ判定、公平な立場として、はい、一番このメンバー内で優しい桐生に決めてもらいたいね。そうですね。それは満場一致です。勝者は K さんです。よし。すんのめすんのめすんのめ。いやいや、なんで？決め手は階段から突き落とされたやつです。あれだって痺れましたよ。痺れました。我ながらもう全身ボキボキに骨折れながら階段から落とすってことはもう殺そうかなっていうぐらいの気持ちじゃないですか。なのに相手を優しい。まあね、でこう世の中こう優しい世界になってほしいっていう動画だよね、これは。そうです。気遣いですよね。確かに部下にも上司にも気遣いは大事ですし、やっぱ家族にも友達にも恋人にも恋人にも他人にもね。他人にも他人にも優しさ持ってください、タモさん。本当わかりました。すみません、優しさが足りない。そうですね、うん、そんな騙して企画に連れ込んで昼飯を餌にじゃあ飯行きましょう。そうね、はい、すいません。じゃあもう優しいもの、そばで優しいもの、はい、に優しいもの、はい、乳麺とかにしよう。乳麺。